いや、別にユニクロさんの回し物ではないので、ご安心ください。はい、それでは試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、12月3日までユニクロの生誕大感謝祭スタートしてます。ですので、その中でお買い得というか買っておくといいんじゃないかなというようなものを見ていきたいなと思っています。まずおすすめしたいのが、短パン、要はあの中にヒートテックの入っているものが結構多いんですけれど、あとはね、割とインナー系なんかも安くなってるみたいなのね。あとはヒートテックのブラトップだったりとか、ヒートテックボディシェイパーとかってあるんだけど、そういえばね、私前回にもお伝えしたと思うけど、ユニクロさんのヒートテックのタイツ、あれ結構あったかいし、割と引き締め感とかもあるので、履いてて割とあったかくて気持ちいいっていうのはあるので、あれはおすすめです。話がちょっと違うところに行きましたけれど、私がねいいなと思ったもの、レディースとメンズがあるんです。で、メンズは女性の方がちょっと大きめのサイズにしてメシになると可愛いんじゃないかなっていうようなものなんです。短パンの中でも私がねおすすめしたいのが、私がね見てたページがどこ行っちゃったんだろうな。まずヒートテックスマートスリムストレートパンツ、これ丈が長めでね、長さが77センチっていうところもあって、私は欲しいなと思ってて、でしかもグレーとネイビーがあるのかな。これなかなか形が綺麗だと思います。割と短パンってちょっと分厚くてスタイルが悪く見えそうな気がするじゃない。でもこれに関して言うと、ラインがもともと綺麗なので、スリムストレートパンツのライナーという形で作っているので、これはすごくおすすめです。そうそう、今のはね3990円でオンライン特別商品なんですって。普通の丈のものもあるので、ぜひともちょっとこれはね要チェックで、だいぶもうねサイズなくなってきてるので、今55、58、61、70、73っていうのがある状態です、オンラインで。で、64、67、76、79っていうのはちょっとなさそうなので、結構これ割と時間の問題なのかなっていう気がする。もう一つ私がチェックしたのが、メンズでヒートテックオブイージーパンツ3990円なんだけれど、色がねオリーブがすごく可愛くて、ちょっと長めのちょっと大きめで購入するとすごくキュートカジュアル女子みたいな感じになるのかなっていうふうに思います。で、サイズがもう M 以上 4XL までなくて、 XS と S しかないの。これは女子の狙い目なんですよ。で、もちろんねカラーはネイビーもあるし、ベージュもあるしブラックもありますので、ご自身の合わせやすい色でいいと思うんだけれど、私はこのねオリーブがおすすめです。それと同様で、メンズでね同じく防水スリムフィットチノっていうのがあります。で、今のさっきご紹介したヒートテックウォームイージーパンツよりも割とフィットしている、スリムなフィットチノなので、フィットしている関係上割とサイズは全然まだまだありますね。これは履いてみないと何とも言えないので、購入してプラスアルファでちょっとトライしてみようっていう人にはいいのかもしれません。ただね、サイズがね細かく70、73、76っていう風になってるので、チノパンってほら割とフィットさせて履くじゃない。で、そういう意味では女性はちょっと、もし店舗で見つけられるようだったら履いてみるのもいいかも。あとはエクストラファインメリノウールもまだまだ売ってますね、オンラインで。前にねエクストラファインメリノウールの大セールやってたじゃない。で、あの時にそれぞれのパーソナルカラー別っていうのをおすすめをしてたはずなんですよ。今カラーとしてあるのはブルーだったり、ブルーはねサマーさん向けですよね。あとはオフホワイト、オフホワイトはブリングさんとオータムさん、そして次のグレーに関して言うと、割と両方の糸が入ってるって話したはずなの。黄色み系とそれから青み系の両方の色が入ってるから、割とブルーベースの人、イエローベースの人、割と合いやすいと思う。ただしウィンターさん、本当に濃い色がお似合いになる方は、もしかするとちょっとだけ安っぽく見えてしまうかもしれないです。ウィンターさんにはブラックだったりとか、あとはネイビーがいいのかな。買うのは難しいよって言ってたブラウンがちょっとね難しい人が多いと思うので要注意。持ってないものを買おうと思って下手にブラウンとかワインを購入すると、難しいです。日本人でよっぽどこのワインとブラウンを着こなせる人は、本当に透き通るような肌の色の白い方になると思います。というわけで、取り留めもなくチラッと見ながらお伝えしていきましたけれども、いかがでしたでしょうか、ね、12月3日までっていうことなので、割と時間はありますけれども、商品があるかどうかっていうところでは早く
ご覧いただくのがいいんじゃないかなと思います。いや、別にユニクロさんの回し物じゃないので、ご安心ください。はい、それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録ぜひポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすごく嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。